小三の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた毎日お手伝いをして五目並べもしたでもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言ったトイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやでだから毎日綺麗にしたら女神様みたいにさんになれるんやで その日から私はトイレをピカピカにし始めたべっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた買い物に出かけた時には二人でカモナンバー食べた新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもしたトイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやでだから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやでし大人になった私はおばあちゃんとぶつかった家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった休みの日も家に帰らず彼氏と遊んだりした五目並べもカモナンバーも二人の間から消えてたどうしてだろう人は人を傷つけ大切なものをなくしてくいつも味方をしてくれてたおばあちゃん残して一人きり家離れた2年が過ぎて、おばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。おばあちゃん、ただいま。昔みたい